作業してる方が気紛れて楽に なるほど体的にも楽です、はい、あいいですね。どうも日本一バズってる介護士ティックトッカーのガプリンです。本日はですね、大阪の岸和田にあります就労継続支援 B 型事業所をされている一般社団法人ミュージアムのワークショップトリガーさんに来ております。今回はなんとですね、実際にそこで通所体験をさせてもらえるということで岸和田の方まで来させていただいたわけなんですけども、体験させてもらえるのかなみたいな感じはありますけど。おこんにちは。こんにちは。あら、お迎えに。お待たせしました。あら、ありがとうございます。失礼します。お願いします。はい、どうぞ。ここって大体、はい、いつもこの何時ぐらいに迎えに来たりするんですか？9時から送迎始まってまして、はい、順番にお迎えに行かせていただいてます。自宅であったり、グループホームさんにあったり、施設に入ってる方々も来られたりするんですね。そうですね、はい、今おられる方で貝塚の錦の浜から来られてる方がいてたり、和泉市からも来られてます。幅広く、はい、お金ってのは無料です。無料ですか、はい、ありがとうございます。こう利用されてる方々ってどういった障害をお持ちの方が来られたりしますか？主に精神、あ精神系だったり、はいはい、知的障害の方であったりっていう感じですかね、はいはいはい、こちらがワークショップトリガーになります、はいはいはい、そしたら1日体験していただくので、はいはい、タイムカードを送らせていただきましたので。すごい、はい、ワークショップトリガーがっぷりんと。いいんですかこんな。はい、どうぞ。勝手に働きに来ちゃいますよ僕。はい、来てください。いいんですか？はい、いいんですね。なるほど。今形です。あ、了解です。はい、それが成果の状況ですね。そうです。わかりました。はい、はい、やっていきます。はい、この多分この作業だけじゃないわけじゃないですか？そうですね。他は大体どんな作業が今まであったりとか？主に掃除に使う薬剤と袋に入れていく軽作業が主に多いですかね。はい、大体これって工賃っていうんですか、はい、どれぐらいになるんですか？500円になります。はい、なんかこの壁にスイーツの日みたいなのが書いてるんです。それは何ですか？月1回ありまして、先月はコストコのティラミス。でっかいやつね。そうです。で、あの皆さんで、まあ、作業の終わった時に、はい、お疲れ様です1ヶ月っていう形で。いいですね。給料日の後に倍嬉しいですね。はい、なんかいいな、そういうの作ってる感じ。アットホームな雰囲気で。本当に本当に、はい、窮屈なのはしんどいんで。お互い絶対そうですもんね。そうです、はい、すごい、だんだん僕の作業効率が上がってきました。あれ、ガプリンさん、ひょっとしたらあっちかもしれないですね。何してるんですか？休んでいいんですか？はい、休憩していいんです。ここはちょっと疲れた方とか、今日ちょっと体調優れないなっていう方が休憩できる場所になります。コモエスタイムズ。これ作業とかどうですか？実際やってて黙々とやるのが楽しいです。意外とこれなんかこの集中できるし、結構時間経つし。ここには月どれぐらい来てるんですか？20日前後です。ほぼ解禁じゃないですか？はい、お弁当代がねただなんですよ、ここ。あ、なるほど、それはでかい。作業してる方が気紛れて楽になる。大体あれですか、12時ぐらいになったら作業止まってお昼みたいな。はい、そうです。なるほど、1日体験から食べれるのかな。はい、まず午前の作業が終わりまして、お昼の時間になったんですけども、ガップリンってわざわざ名前まで書いてもらっていただきます。おー、すごいすごい。おかずもなかなかのパン盛り具合ですよ。ご飯も炊きたてやし、もう最高です。そうか、アレクサが言うもんな。スタッフの皆さん、ご飯炊いてくださいって。アレクサからのお知らせです。ブーブーありました。いや、もうめちゃくちゃお腹いっぱいになりました。すごいですね、量。おかずの量。職員さんってどういった方々がいらっしゃるんですか？もともと医療従事者、介護の訪問ヘルパーやってる方とか、はいはい、病院で働いてる方。じゃあもう医療福祉関係の人ばっかりですか？そうですね。安心ですよね、こう通称通われてる方にとっては。支援者っていうよりも友達感覚というか、うんうん、その方があの私生活の話をポロッとしてくれたりも逆にするので、作業をしに来るっていうよりも気分転換できてもら
らえたら逆に頑張らな仕事しなとかっていうよりは、あんま気張らずに遊びに来てお昼ご飯食べてちょっとまあ作業して気晴らししてみたいな。そうですね。こう実際に通われてなんかこう変化があった方とかっていうのはいらっしゃいますか？10年ほど引きこもり生活を送ってた方が数ヶ月くらいでも週3通所してくれるようになって、本人もそうなんですけども、家族さんもどうしてもこう内々に入った、家族さんもうちのスタッフと関わることでお母さんからの相談をスタッフに投げかけてくれたりとか、利用者さんも声かけてみて久しぶりとか、こちら利用者さん同士の会話も多いですか？そうですね、ありますね。それいいですね、みんな喋り合ったり。そうですね、もう1週間とか休んでる方とかが1週間ぶりに来たら、どうした元気にしてたとか、しんどかったとか、肩にはまらない作業所、居場所が作れるってもらった方が、もう見れたらいいね。本当にじゃあほんま行かないかなっていうプレッシャーがないんでしょうね。いいですね、ちゃんと本当にここにコミュニティを作れてるっていうのは最高の環境だと思いますよ。本当にそれが多分みんなが逆に来れる理由。コモエスタイムズ